共通テスト2024年ね、英語の大予想満点潰し問題的なものが入ってる。これ全部予想通りだからね。これによって一気にレベルが上がる。そういうのも自分で決めとかなきゃいけないでしょ、試験行く前に。そうで始まりました、マチェチャンネルです。さあ、ハッピーニューイヤーということで、新年一発目はですね、共通テスト2024年ね、英語の大予想という形ですね。さあ、当てに行きます。はい、もう共通テストのね、講座も結構やったんですよ、高校でね。で、せっかくなんでね、共通テストについて皆さんにもね、お話ししたいと思います。で、リスニングは結構うまくいってるっぽいんですよね。やっぱ苦手な人が多いので、問題をそんなに難しくしなくたって間違えてくれる。まあ、それトイックも結構似てるところあるんですけど、で、やっぱりリーディングを難しくしていかなきゃいけないわけなんですよ。で、まあ、試験っていうのはね、行われるたびにレベルを上げていかないと対策が進んでね、すごく高い点を取られてしまうんですよ。でも、そんな中、共通テストっていうのは、英語リーディングに関しては B2 レベルっていうですね、セファールっていう基準があって、そこまでしかいけない、その B2 レベルまでしかいけないよっていう風になってるわけです。だから英語を難しくすることができないわけ。でも、簡単すぎたらね、東大を目指す人たちとかね、満点取ってっちゃうので、なのでその満点を潰す、満点潰し問題的なものが入ってるんですけど、それをどうやるのか、どうやって難しくするのかっていうのを話しますね。で、難しくする方法っていっぱいあるんですよ。で、実際共通テストが行われてからどんどん難しくなってます。レベルが上がってってます。で、まあ、それはね、読む分量だったりとかいろいろ言われるんですけど、やっぱり英語難しくすることができない場合にどうするかって言ったら、まあ、トイックでもそうですけど、まずはまあ、分量を増やすっていうのがすごく簡単なやり方です。読むのを長くすればいい。まあ、東大英語だってね、昔に比べて今ものすごい長いわけですよ。そうやって難しくするっていうのがよく行われる方法です。じゃあ、それ以外にどんなものがあるかっていうと、情報処理ですね。情報処理を難しくするっていうのが、これがまあ、トイックでもおなじみのやり方です。で、その中の情報処理でどういったものがあるのかっていうのを紹介しますね。で、予想します。どういうふうに難しくするのか。まずはですね、情報の照らし合わせですね。ここに書いてあるのとここに書いてあるのを照らし合わせるってやつです。まあ、トイックが大好きなやつですけど、で、共通テストもこれをやってきます。2つ文章があって、こっちとこっちで照らし合わせないと答えが出ないよなんていうのが出たりしますね。ただし2022年はですね、それを難しくしすぎたんですよ。あまりに情報処理のね、このレベルが高すぎると、どうやってこの答え出すのよみたいなね、問題を出しました。照らし合わせが複雑すぎる。だからトイックよりも複雑なものを出したんですよ、2022年の第4問ね。で、やっぱさすがに言われたんだと思います。これ悪問だとして。だから、そういった問題は2023年には消えました。そう、だから照らし合わせは出ますよ。照らし合わせは出るけど、あの超絶難しいレベルは出ないってことなんですよ。じゃあ、どうやって難しくする。それで2023年照らし合わせのレベルを下げました。その代わり難しくしたのが、はい、推測問題。これ全部予想通りですからね。僕が言ってた通りですから。これ共通テストが行われる前からこうやって難しくしなきゃいけない。トイックっていうのはこうやって難しくしてるから。ただ推測問題ってなかなか難しくしすぎると文句が出やすいんですよねって言ってたんですよ。で、2022年は照らし合わせが難しすぎた。で、2023年は推測を難しくしたんですよね、第6問ですよ。ただ難しくしすぎたんですよ。だから文句が来たわけですね。まあ、何にもコメント出してないですよ、大学入試センターは。でも悪問ですよ、あれは。普通にだってネイティブが間違えるような問題ですよ。そんなの書いてないじゃん。そういったことを考えるとどうなのっていうわけですよね。だって多くの先生たちもどうやって解説したらいいか分かんないよってなりました。だって書いてないじゃん。はい、ということで、やりすぎました。22年もやりすぎた、23年もやりすぎた。じゃあ他にどういった形で難しくするのかっていうのを説明しますよ。で、まずすでにもうやってることですね。すでにやっていることは、問題の答えの順番をバラバラにする。で、一番最初、ね、思考調査から始まって、ああ、明日思考調査のね、解説した動画出ますから、もう過去問全部やっちゃったっていう人ね、思考調査までやりたいっていう人はぜひ見てください。解説動画まとめたの出しますから。みんなが見てくれればね、23年のもね、動画出したんですけど、みんな見ないんだよ、やっぱりね、長文で。回答根拠が結構順番通り出てきてたわけですよ。昔だったらのね、プレゼンテーションのシートがあって、そのプレゼンテーションのシートの順番通りに答えが出てくるね。スライドの順番通りとかっていう風になってたのがバラバラになりましたよね。だからこれが難しい。この順番を変えるっていうのが、これが難しくする手段なんですよ。これによって一気にレベルが上がります。だから英検のリーディングが簡単だって言われる理由は、順番通りだからですね。答えの根拠が順番通りに出てくる。だから簡単なんです。逆に言えば、順番、答えの回答根拠が出てくる順番をバラバラにすれば難しくなる。で、これは実際共通テストもやってます。だからこれが
間違いなく2024年も顕著に出てくると思います。まあさすがにね、22年みたいにね、第一問の答えがね、一番最後に出てくるとかいう、ああいうね、ひどいことはしないとは思うんですけど、ただやっぱり順番は変えている。これが厄介。ほら、問題単位でも言えますよ。怒った順に並べなさいっていう問題あるじゃないですか。あれ怒った順に出てこないんですよね。そう、怒った順に文章中に出てきたら、それは答え簡単に出せるんですよ。でも怒った順に出てこない、時間がコロコロ入れ替わるみたいなね、のにすると難しくなります。で、これは模試見ててもそうですね。パックとか見ててもそうです。いろんな人の正答率とか、正解した問題、不正解した問題を見ててもわかります。あ、これむずいんだなって。そう、やっぱり順番を変える、時系列を変えるっていうのは人にとって大きな負荷になるんですよ。で、これに関連して言えるのが、内容一致問題を増やす、もしくは回答根拠が離れてる。これも、まあ、同じように順番がバラバラ。回答の根拠っていろんなところに出る可能性があるわけですね。例えば、だから何々について何が言えますかとかって書いてある問題、何々さんについて何が言えますかとかって書いてあって、その回答根拠が文章中にバラバラに出てくるやつ、これですね。まあ、これの難易度が上がる、もしくはこれの探さなきゃいけないのが大変になる。これがまあ一番今回2024年の共通テストでやってきそうなことだなと踏んでます、はい、これがしんどくなる。で、時間がかかるわけですよ。答えの回答根拠の順番が 1,2,3,4,5 ってあった場合に、順番通りに出てこない。で、さらにその中に何々について言えることは何ですかっていうのがあって、で、選択肢4つあるやつが回答根拠がバラバラ、まあ、もしくはね、何個かあって、そのうちから2つ選びなさいって問題もあるじゃないですか。あれも相当いろんなところバラバラに散らばってて、探すのが大変っていうのが考えられます。まあ、この2つが普通に考えて今回難しくしてきそうなところだなと思ってます。で、さらにはね、物事の起こった順番っていうのがバラバラだとやっぱり難しい。これですね。これがやってて思ったことですね。いろんな共通テストの授業とか通して正答率とか見てて、あ、これやるとやっぱ正答率下がるんだなとか、あ、これが苦手なんだな生徒たちはって思ったんで、まあ受験生たちにこれを課してくるんだろうなって思いますね。それも模試の問題見ててもそうだよね。で、まああとはありえなくはないかなっていうのが、計算を難しくする、ちょっと複雑にするっていうの、まあありましたよね。一応過去に出てはいるんですけど、まあもっととね、掛け算、割り算、足し算、引き算のね、いろいろ増える、見せ算、あ、違うこれ、はい、なんとか算とかってね、これが増えれば増えるほど難しくなるからね、まあ、特にこの計算とさらには照らし合わせを混ぜてくるやつとかっていうのを難しくする方法です。だからトイックに計算は出ないんで、基本的にはね、足す1マイナス1しか絶対出ないんで、それとは違って共通テストいろんな計算出せるんで、まあここがあとは難しくする方法って感じですね。まあどれが出るか分かんないですよ、もちろん。どれが果たして使われるか分かんないけど、まあ普通に考えたらやっぱ順番バラバラ、探すの大変、これがまあ難しくする方法かなって思いますね。果たしてどれが使われるのかは分かりませんが、もしかしたらこれの全部が出てくるかもしれないですからね、はい、予想してみました。だから対策をしなきゃいけないわけですよ。問題の根拠が離れていても見つけられる。どうすんの？メモの取り方です。だからメモというか印の付け方をちゃんと覚えとかなきゃいけない。自分で分かるようにしてください。問題番号で印をつけるのかとかね。問題だと23、24とかってなっていても、その大問では1、2、3、4じゃないですか。そう、だからそれ1とするのか23とするのかとか、そういうのも自分で決めとかなきゃいけないですよ、試験行く前に。その答えが散らばってるやつだったら、その中の23の1とか23の2とかっていう付け方しなきゃいけないからね。その付け方、ちゃんと決めてます？本文中に印つけない人、まずもう問題外ですよ。もうなんか話にならないけど、設問中にちゃんと印つける人ですね。自分でちゃんとこういう時はこういう印にするっていうのね、決めてやんないとダメですからね。これマジでやってない人多い。だ、本番までにそれを決めといてください。どうですか？まあこれが、僕はね、いろんなところで言ってるアドバイスなんですよ。はい、ぜひともね、やってくださいね。はい、予想しました。予想が当たる、まあ当たると思いますけどね、普通に考えたらね。これなかなか外れないと思うんで、はい、ぜひともこれを参考に共通テスト頑張ってください。ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。